ごめん、鍵開いてたから。そもそも、もう家すらないからな。もしかして今日、泊まっていくの？うん、いや、むしろずっと泊まってくつもりだったけど。ずっと私、あなたのお嫁さんだよ。だから、どこにも行かないわ。ものすげえ破壊力だった。全部僕が出すから。じゃあ、お布団が旦那様からの初めてのプレゼント？そうだね。うん。これはいいじゃないか。いい買い物をしたよね。え、旦那様も寝てみる？わあ、お、だったら僕がすぐ近くのコンビニで買ってくるよ。私の下着も？それはちょっと。この薄いドアの向こうで女の子がパジャマに着替えている。すごい、これが結婚か。お待たせ。ありがとう、パジャマまで買ってくれて。とってもいい感じよ。別にここで着替えてもいいのに。よくないよ。どうして？どうしてって、そりゃ恥ずかしいから。あれ、なんてこった、髪をまとめても可愛い。じゃあ、おやすみなさい、旦那様。おやすみなさい。もう、どうにかなりそうだった。ちょ待って、つかささん、僕いますよ、僕横にいますよ。ノープラだったんだ。旦那様、さっき私のことつかささんって呼んだ。え、だからちょっと見えた時に。バレてる、つかさちゃんって。ちょっとどうしてちゃん付けなのよ。わかった、つかさちゃん。だからそういうとこだぞ。